はい、東京レポートオンバイシクルってことで、ようやくインペリアルパレス来たんじゃないですかね。これインペリアルパレスだと思うんですけどね。まあジョギングしているジャパニーたちがね、メニメニなんで、ここはもうインペリアルパレスだと思いますけど、もうアランポリスですか。しかもポリスマンなんだね。今日ねブレーキがねかなりウィークネスなんでね、ストッピングがねなかなか難しいんですよ。だからスピードはねスローリースローリーで行きたいな。多分スチューデントのあれじゃないですかね、部活ですよ、マラソンクラブの方だしですね。あと体育の授業かもしれないですね。フィットネスタイムかもしれないですね。よくわかんないですけど、体育の授業って何ですかね。どっかインペリアパレスのニアハイスクール あのフィットネスタイムかもしれないですね。これ銀座つってもね、銀座の小屋なのかもね、私アイドンノーなんで適当に向かってますけど、国会前ですよ、国会前というか国会があるというですね、何に向かい当時のね国会行ってるんじゃないかっていう噂も出てはいますけど、そういう感じでいますからね。国会前のあれは国会がないんですけど、国会どこなんですかね。小屋国会しちゃってますけど、これ国会じゃないですか。アイドンどうしちゃいました。アイドンどうしちゃいました。ここもっと歩くとこがどんな気がするんだろう。なるほどね、肩もね、これなんでしょう、これ謎ですよ、ミステリー、これ謎の宇宙人と知的や生物からメッセージ受信してる感じしますか。あそこにポリスメンいてね、ポリスメンに今チクられてるんでちょっと嫌だなっていう気持ちはあります。だけどここチャリンコロードもあるよというマークはありますんで、片手で運転するんじゃねえよと言われなければ何とかなります。なかなかなアスレチックタイム、なかなかなアスレチックタイムしてますよ。ガチョ
ちょっと嫌な感じでした。ちょっと嫌な感じでした。削りも来ますね。なんかこれ、リュウさん、この自転車専用道路だよっていうマークのところを沿って私運転しますので、ルール的には正しいんです。まああっちは別にルール違反してるわけじゃないですけど、今日ポリスメンがやたら多い。なんか門があります。あ、スチューデントたちは門の中入ってきます ね。桜だもん。This is 桜だもんです。こっちがね、法務局とか裁判所とかなんですけど、やったら今日いますね、ポリスメン。やだな、めんどくさいっす。ああなっちゃいました。ああなっちゃうとバイシクルも行けなくなっちゃう。行き止まっちゃうんですよ。行き止まりってなんて言うんですかね。ビデオ撮ってるけど、引っ掛けた場合はもう完全に証拠残りますから。なかなかいいね。休憩外国人たちいます。なかなかいい休憩外国人たちが。そうだ、ね、ああ、行っちゃわないですか。これなんでしょうね、なんか公園ですか、日比谷公園ですか。ジャパニーズポリスメンバイシコです、ね、これ出てきましたね。ゴーストレートで銀座だっていうお知らせです。看板がこんばんはしちゃった感じで、なかなかのキャラリーですよ。なかなかのエージェント感があるんです。銀座何丁目かが、ハウメニー丁目がね、ナンバーが、ナンバーいくつなのか分かんない。分かんないです。安いけど、銀座。
日比谷の信号だということで。